なんか、なんかみんな喜んでくれてからさ、やっぱだけんあれよね、あの何、知り合い同士がなんか仲間というか楽しくやりようのってやっぱみんなも楽しいよね。ああだけどそこういうことかと思ってからさ、なんかまあ一応こんな感じ。名前でごめん、もうライオンズクラブとさ、加瀬町女性、加瀬町商工会女性部とさ、福岡商工会じゃ女性部とさ、なんかごめん、あのなんかやばけそんなんで行事いっぱい取ったよ結局今年ね、この10月ね。あ、そうするとお茶会とかもね、ずっとね、11月まで疾風堂、11月の頭まで疾風堂と。11月の文化祭が終わってからはちょっと行き着くけど、今月がもう、あ、10月がもうなんか あの、あれってどうなっととかやな。あ、これあら、エルメスのバーキンこれ、引きになったと。多分それまだ出品されてないみたいですよ、まだ。あ、調べ中ってこと。多分そうだと。ああ、そういうことね。はい、だけん、次に回ったってことか。はいはい、うん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 。あの、今回の本では出てないみたい。うん。なるほど、なるほど。ちょっと島田君ごめん、これ金額は金額やけんさ、これの、あ、待って、何パーセント手数料取られてたっけこれ。5%ですか。5%、はい、それ以上はなんもないと。5%以上、5%だけだと思いますよ。5%なんです。新品は 3% ですけど。うんうん、そうやったね。5%だね。うん、じゃあごめん。この金額で、この金額の 90% で買取の手続きしてもらっていい？これいつあったと？今日。うん。でも入金はもう来月になりますね。あ、じゃあ入金あってからでいい。はい。ん？おかしくなるかな。伝票は9月に寄贈券。伝票っていうか、それは結果だけ今私が書いてるだけなので、伝票自体はもう来月です。まだ。だけど、だけどあれ、それには9月何日って書いてあるでしょ。ああ、何日分とは書いてますね。それが来た時点で売上売掛金なんで上げない感じだね、はい、でもいいか、期末やけん、期じゃないけん、あの、で買い取りの、それもその後するって言うけどね。そうだ、あそこは休の日するけんね。なんで下関が休の日するかっていうと、普通のところが7でするけん、翌日下見したいやろうってことで、28日が下見で29日が本番みたいな感じにしちゃったじゃんね。うん、うん、だからそうか、大体まだほらあのぐらいの時代けん、大阪とか神戸からお客さん来るやね、向こうはね、こっち側からもそうやけど、だから福岡とか北九州からお客さん、あの買い手さんにしても売り手さんにしてもね、どっちも関西からも来た時に29日やったら、そういう時代よね。
で昔は大会じゃなくて何もかんもがね、ちょうど今の道具市みたいな感じでありよったじゃんね。全て同じ日にあってたんですよ。だけど一日一番に行ったら勉強になりよったじゃんね。うん、下見と、だけどその例えば26日下見の27日とかさ、まあ、大体が分かる。今はこれだけ分かりとんねんけどね。まあ専門的になってきたと言われたらそれはそうかもしれない。でもあのついでにあのうちの母の足こぎを出したら、あの誰も買い手がつかんでから結局下探りのそういうスクラップというかリサイクルショップ、本当リサイクル業を信用したところで1000円出してね、結局片付けたという、なんかそれならそのまままっすぐ持っていけばよかったっていうだけの片付けもあったけど、本当笑うね。ご迷惑をおかけしております。私まさか、あの私いい年になってきたらね、あの本当いい年になってきたら、あのもう松本も先に死んどうもんね、あの想定ではよ、うんで、85過ぎ、もう90近く、一人じゃちょっとなかなかもう厳しいなってなったら、老人ホーム入るけん、私やっぱり。だからほら老人ホームを片付けてもらったら、ほらなんか個人的なものを片付けてもらわないかんっていうことせん方がいいやん。私娘がおるわけでも、ほら子供がおるわけでもないけん、ね、でもしおったとしてもさ、その人たちはその人たちにまた生活があると思わんねえ、なんかそげんしようと思って、あ、ほらそっちの方がいいねと思って。お店をあとその後こうね、いい人と出会ってこうなんかね続いていくとかなんかとか言ってもさ、で島崎君、私が90歳って目の前で言ったら、あのあなたも80代やけどさ、さすがに引退しとんね。さすがに痛い人ね、あの、あのさ、定年は廃止よって、あなた、自分がね、働けんことになったので、あれよ、フルで働けんことになったなって自分で言ったらね、その後ほら、あの、時間制で、何時か何時みたいなこう入り方、だけど、その時にフルで働く、ちゃんと若いもんが育っとかねえかんと思う。ね。だからほら、正直しばらくほら、他のなんか慣れてない仕事するよりは、そこで、あの、なんていうかな、自分の、あの、都合のいい時間に入ってきて、まあ、もちろん会社の都合もそれは考えない関係もしれないけど、それで働ける時間まで、あと働くところまで働くってしたらよくない？一生働いた方が、ただ年金もあってちゃんとあの収入もあってとかやったら安定した老後っていうか、もう老後っていう時間はないっちゃけどね、えどげん思う？ねえ、でほらあの得意な分野やったら、じゃ あの私が仕入れ行こうかとかでもいいやん別に。それでもうあんまり流行遅れとか終わっとったら、いやー若い人がいるからじゃないっちゃないとか言うかもしれない。お互いね、お互いすら言わないからね、あのお互いずれてますよみたいな。だけどその客観視はできないからなるよね。だけどでもさ、80歳とか90歳が仕入れるものってどんなのになるちゃろうね。でもほら世界的なピアニストさんとかさ、世界的な芸術家さんってさ、いくつまでも現役と思う？ああ、ねえ、だけんほらその人のその感性に合った人がお客さんであればいいわけやけんさ。だけどまさかあの自分で料理できるようになった時ね、うん、なんでかったら助家男部門 の, あのコーヒーとか入れないかいうのね、あの仕事もあるっちゃけん、その後よ。だけどちゃんとあのこういう入れ方が美味しいとかさ、ね、あの自分 の, あのなんかな好きな深掘りでいいけん、あの自分で料理をするっていうこともしときよ。そしたら絶対役に立つけん、うん。